ガチャ10連900コインで神引きした実質総合値105円ミランエピックガチャから登場したエピックピルロメシュってきてどうぞ。ガチャ登場してからちょっと時間経っちゃってね、動画出すの遅れちゃったんですが、ちょっと理由があってですね、実はゲームセンターでウイレー1999みたいなサッカーゲームをねやってました。すごい操作難しくてね、てかそんなことはいいんですよね。プレイスタイルはプレイメーカー、ボールを散らすね、ピルロが受けて展開して、またピルロが受けて展開して、ここぞというところのキラーパスみたいな、そういう流れを作り出せる。能力値がこちらですね。今回タレデザーも結構悩んだんですけど、超万能型にしました。攻撃、守備、連携、個人技、ゴール、アシストね、すべてできるピルロになっております。さらには逆足の精度が最高ということでね、左足でももう右と同様のクオリティでね、神パス連発できるっていう、バケモン性能ですよね、これ。DMF 表記だから総合値95。なってますけど、これ CMF とかだったらもう100余裕で超えてるよね。スキルダブルタッチをね習得したことにより、この突破力格段にアップして、足裏持ちにワンパスルーパスで、この辺もピルロンねパス系スキルが連発。それでは早速フィールドを支配するぶっ壊れエピックピルロ試合で勝利ゴー。そんじゃピルロ行きましょう。ミラン背番号21ね、もう21番自分大好きなんで、ということでまずは調子、お調子は好調で、今回ですね副ダイムマルディーニも同時起用していくんで、このやっぱピルロとマルディーニね、ミランのさエピックやばくないっていうね。さらには中盤のトライアングル見てほしいんですけど、モドリッチ、ライカールとピルロっていうトリプルプレイメーカー、ここも頑張っていきたいと思います。さあワイズさんもピルロ来ました。そしてロドリーでマルディーニもいる。富み合わせ強いね。お願いします。いやー、ロナウジーニョにダブルタッチをつけるのが有名です。どうも僕くんゲームです。行きましょう。さあということで、まあ基本的にはこの辺ね、ちょっと怖いが、まあマルディーニがねいるとなんかすごい安心感あるんだよな。サンキューライカルト、あの寄せ。さあこうパスは切りつつ、そこグバルディオル狙っていく。仮面の男は逃さない。ピルロはね、なんか守備に関してマルディーニナイス。パス、サンキュー、マルディーニエグい。ピルロに預けます。さあ、ワンパ持ち。で、ここで、プレイメーカー3人の活躍度を見る。そう。くピルロらしいぜ、マジで今のパス。ああいうさ、ポンってね、スペースに落とす。ここでしょ。男は黙って、ここにパスして、うわい！えぐい！うわい！ファーストゴール、バケモンかよ。おかしいっすね。メイン仕様ファーストゴールで、あのゴール決めるって、お化けですね。サンキュー。マルディーニ強え、ピルロ強え、ピックミラン強え。ピルロ、これディフェンスできるからね。それでは選手交代していきますか。見てください、このピルロの体力。ライカールとモドリッチもね、結構きつい状態ですが、ピルロはまだまだスタミナが高いと。いやー、読みえぐ。読みえぐいわ、ピルロの。さあ、で、ディバラを入れました。ビッグダイムディバラ。ルーレット。で、もう一個。うわー、ハーランド、すげえ、何そのパス。いや、マルディーノ、ここ、早くね？あそこ、マジ早い。結構きついんですけどね、この時間帯。ただマルディーニ、ピルロ、このうわ熱いわ。メッシのさ、ボールがこれ無回転ですね、フリーキック。そしてギリギリまで引き寄せた足裏ダブルタッチで、そっからミドルに神様コース。これはもうピルロにしかできない神業だね。エピックピルロ、ビッグタイムマルちゃん、マルちゃん。武田鉄矢の方強いよなパーピルロ、マルディーニ。この2人の、まあ、メイン仕様と言っても過言ではない、今回。さあ、で、マルディーニは左サイドバックですね。確かにピンポイントクロスとか持ってるんで、アウトスピンキックもあるし、結構いろんな使い方ができるよね、マルディーニって。三笘へのパス。そして三笘が、うわ、三笘の1ミリ三笘の1ミリ出た。さあ、ピルロバース。で、三笘から振りって、もう一個ですね。これでチェックメイトだ。ありがとうございます。最高でした。
やっぱいいね。さあでここオッケー、やー最高ー。ピルロフリットミランエピックコンビ、まあ、ピルロがまずあそこでゲームしてんから三笘との関係性でまたもやね二人でやっていくと。でそっからですね、あそこでピルロがもう一回出てマジ何でもできるな本当。ピルロがしっかりとまたもや得点外の部分で、これはもうピルロフリットのね二人で点を取る。やっぱ両足蹴れるのでかいですね。あとフリット。ここ理不尽すぎ。ピルロぶっ壊れプレイ。まだまだ見せてくれ、校長。さあ、この試合はどうしようかな。江藤行っちゃう？ど真ん中江藤行っちゃいましょう。江藤行ってラインブレイカーとのコンビネーション見せながら、あとはいいですかね。さあ、お相手さんも同じフォームで、グバルディオルとディリフト習慣。ピルロダブルタッチ、ダブルタッチキャンセル、オッケー。ディフェンス入ってくるが、1個ドリブル見せておけば次ね、江藤へのパスが多分ね光るんで。ピルロやろう、オープン。ドリブルここで1個挟む。ボルゴンの高さ、技術力。ピルロがさ、あの位置までちゃんと入ってきてね、ゴールも狙うって形作れればもう理想なんでね。さあピルロダブルタッチ、いったー、これいったでしょー。ピルロ、エト2人ホットラインブレーカーかけるピルロが合わせればね、超化学反応から得点が取れるということで、まだまだ体力あり余っているが、ここで終わりパターンっすかね。お前さ、得点につながるアシスト、エピックピルロ、つえこの性能を兼ね備えてる選手ってやっぱなかなかいない。ディフェンスもここまで水準が高くて、攻撃においてはね、もうスペシャリスト。パスできて、ゴール取れて、何でもできる。よし、ん、曲げる、うわしゃー、決定力、カーブ数値、神、ピルロ、ダブルダッチ突破から、理想のゴールですね。あれねー、今の環境で結構根下入らないんですよね。ミドルゾーンというか、ちょっと遠めの位置からの。ただ、ピルロに任せてくれれば、ああいうのも簡単に決めちゃうと。再び。よっしゃ、ピルロ対決。ピルロ対決を制して、左で転ばす。うわぁ、神かよ。もう、芸術すぎるでしょ。ピルロ対ピルロのマッチアップからね、あれを左足でネイマールに、もう絶妙、ピルロ。オーケー、ナイボー。もうお相手がさ、マーク見失ってるもんね。あー、ちょっとこれは、メッシのところで最後いけなかったけど、マーク見失ってますもんね、ピルロのパスに。超絶性能はぶっ壊れ、ミランエピック、ピルロ、メイン勝でした。すべての性能を持ったピルロ、ぜひ、皆さん獲得して使って、よし、もう使いやすさが異常とかいうレベルじゃないんでね、この選手に関してはもう使いやすさがマックス。また色のとかやってくれるのは、それ以外、さまざまな小生の部分。